You're listening to Shibuya Cross FM. アダム・スミスの渋谷でナイト。皆さんこんばんは、はい、すっかり外は雨でございます。雨でございます。はい、髪の毛をすっぱり切ったらですね、うん、今日衣装忘れてきました。本当だ。あきおです、よろしくお願いします。師匠、何もいつも通りですよ。本当にジメジメ厳しいですね。いいね、はい、湿気にやられてます。ベタベタしておりますけれども、はい、ベーシストの構成です。はい、昨日飲みすぎましてですね、ようやく酒が抜けた感満載なデンデンで、これからアクセルが、今からエクセルがかかってくるという、エクセルがかかってくると思う。888ということで、今夜もミドルエイジのカンフル剤、昭和ネオロックバンド、うん、アザブスミスがお送りするアザブスミスと渋谷デイナイトのお時間がやってまいりました。はいよ、よろしくお願いします。お雨の中ありがとうございます。ありがとうございます。濡れないようにね、はい、濡れないように、ね、こっちへこっちへこう来ていただくと濡れませんからね、はい、気をつけていただきたいと思います。お願いします。さて、まあ、梅雨寒がずっと続いておりましたが、はい、ようやく今日晴れたかなと思ったら、ね、また雨が降ってくる、で晴れたら晴れたで蒸し暑いしと思ったらまた雨降るし、ね、ちょっと変な気候でございますが、すっきりするんでしょうか。ここで今夜のアザブスミスの渋谷でないとツイッターのお題でございますが、はい、あなたのジメジメした出来事、うん、ジメね、なんかジメ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 まとわりつくような、はいはい、嫌な感じの出来事がございましたら、メールをバシバシいただきたいと思います。はい、ということでツイッターのお知らせは今日から、はい、皆さんからのツイートをお待ちしております。はい、ハッシュタグカタカナでアザブスミスナイト、はい、アザブスミスナイトでつぶやいていただければ、はい、僕ら見つけ次第番組の中で紹介したいと思います。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。あとこちらの番組の方にメールをいただいても結構です。info@shibuyacrossfm.jp、こちらの方にメッセージいただくと、こう構成がチェックしておりますので、発見次第すぐ番組でご紹介するというシステムになっておりますね。発見したいんで、はい、それでは今夜もここ渋谷のクロス FM から50分お送りいたします。どうぞ。声優さんカモン。はい、このコーナーはこれからの活躍を期待されている声優さんをどこよりも一躍キャッチなしゃ、ご紹介するコーナーでございます。はい、はいはい、それでは早速ご紹介したいと思います。3回目の出演になります、はい、加藤アンナさんです。どうぞ、はい、どうぞよっよっよっ、あどうもー、はい、ありがとうございます。いいねいいね、おいいねいいね、いいねいいね、座らんかいどっちやねん、ウェルカムなんか雑いのかどっちやねん。いやいや、よろしくお願いします。もう3回目になるんですね。はい、素晴らしい、3回目です。アンナさんということでございまして、アンナちゃんで、もう雨の中こう外も女性が多いし、ドキドキしちゃう。中もアンナちゃんが来てて、非常におじさんはご機嫌です。よろしいございます。よかった、早速ですが、まあ、アンナちゃんからね、3回目でございますが、リスナーの皆さんに自己紹介お願いいたします。はい、私はですね、声のお芝居だったり舞台だったりと、うん、いろんな、お芝居をさせていただいている役者でございます。なぜか、なんでしょう、お芝居していてもしなくても昭和の香りがするねとよく言われる、そんな女優でございます。よろしくお願いいたします。今令和ですからね。そうなんですよ、令和なのにね。いやいや、これから昭和がまた生きてくるんですよ。そうですよ、ね、そうでございますよ。我々も昭和ネオロックバンドでございます。そうですよ、昭和の仲間で。何言ってんだかよくわかりませんが、昭和をムンムンと漂わせていきましょう。はい、お願いします。よろしくお願いします。最近なんかこう、はい、待ってることとかあるんですか。最近ハマってるものがですね、うんうん、皆さん咀嚼音知ってます？ AMSR っていうやつですかね。咀嚼、こう噛む、はい、カム、カム、そうなんですよ、食べてる音ね、YouTube からからよく見ますけどね。あら、すごい、そんなあるんですか、流行ってるんですか、うん、僕はもう全然、昭和の人間なんで全然わかんね。食べる音っていうのが流行ってる、食べる音がすごい流行ってて、まあ、食べるものによっていろんな音が違うからっていうこと、うん、そうなんですよ。なるほど。もうなんかハマりすぎてしまって、うん、もう夜 YouTube を常に漁ってるっていう感じで。じゃあ音を楽しむんですか。そうなんですよ、見てる映像、イヤホンとか、イヤホンとかね、そうなんですよ、カミスリーというものがありまして、加藤個人の意見なんですけど、
もうね、不動のセンター第1位がフルーツ飴の音なんですよ。フルーツ飴あのお祭りで売ってるリンゴ飴とかイチゴ飴あるじゃないですか。ああいう音がすっごく良くて、パレット、コーティングされてる飴をかじる時の音ですね。そうなんです、パレット行った後、そのフルーツのジュルッとした音がもうすっごい良くて、夜な夜な聞いてるという。そうなんです、それが不動のセンター、もう不動のセンターですね。1位言っちゃう、我慢できない子、我慢できなくて、我慢できない子、本当にすごくて。で、第2位がチョコレートなんですよ。チョコレート、チョコレートに音する、板チョコとかそういうこと。そうです、そうです、板チョコなんですけど、あの常温だと多分ふにゃって感じになっちゃうので、それじゃないんです、それじゃないんです。パキパキの、パキパキのちょっと冷凍庫に入ってたような、チカチのやつですね。パキッとした音が好きです。なるほど、はい、そこまでと第3位を聞いてる。第3位はですね、揚げ物の音です。揚げ物ね、そうなんです、唐揚げとかの、なるほど、売れ残ったスーパーのあれかじゃなくて、そうなんです、カリッとしたらね、カリッとしたら、なるほどね。いや、最近流行ってますよね。あ、そうなんだ、そうなんですよ。最近ちょっとハマりつつ、逆に俺ワースト3も聞いてみたいけどね。ワースト3ですか、ワースト3、これはいただけねえ。いつのまた聞いて、いや、ね、皆さんいろんな音を出されてるんですけど、ちょっとタッコを食べてらっしゃった、あの生っていうんですかね、タコ刺し、タコを、あの原型のまま、うん、トゥルンと原型のまま食べてる。それあのキュッとか言いそうだけどね。それはさすがに、うん、なんか見た目的なのもあって、ちょっと、あ、私の神セブンっていうか3には入らなかったなと思って。なるほど、そうなんです。そんなのもあるんですね、それもすごいと思います。で、チョコを持ってきた、うん、はい、そうなんです、持ってきて、持ってきてる、そうなんです。これはもしかしたら、実はちょっとラジオということで、そうですね、あの音をメインだという風に思いましてですね、はい、あ、もうじゃあ急いでもヘッドホンとか、ね、イヤホンにしてもらって、あの藤井ちゃんの腕の見せ所で、こんなイヤホンの音が会話してる場合じゃないですよ。結構増幅しないとですね。ただちょっとね、雨が降ってきてジメッとしてるので、うんうん、ちょっと私の理想のパキには効くかもしれないけど、いかないかもしれない。そんなチョコレートをちょっとね、うん、私ではなくて、なんだよ、でんでんさん、俺か。超ニッチなマニアに、みんなヘッドホン外してんの。あの、ちょっと音を出して、していただきたい。すごいマニアなとこ行くね。これは何、パキンってこうやって食べた方がいいの、それとまるっと食べた方がいいの。それはもうパキって、パキって、フジちゃん行くよ、フジちゃん。すごいね、これ、すごいニッチ。これ取り損じたらまずいよ。じゃあ行ってみましょう。行くよ、減塩しないの。なんか柔らかい、これ柔らかいの、柔らかくなってます、むしゅ柔らかいよ、柔らかい、やっぱり、うん、やっぱり、じゃあ、ここで音が出せなかったということで、ね、髪の音でもいい。湿気はやっぱ強敵ですね。なるほどね、美味しい。ありがとうございます。ゾクゾクゾクってしてる、今ね、ジメッとしたのがサッと引いてた感じがすいません、ご期待に添えず。ありがとうございます。ニッチな、ね、一番面白いポイントに行きます。ニッチハット。まさかの、まさかの、まさかのね、はい、ありがとうございます。ということでですね、はい、ここでアナちゃんの好きな曲をちょっとかけたいと思います。はい、うん、今日持ってきた曲はですね、うん、ロミオの青い空という世界名作劇場のアニメのオープニングで流れておりました、うんうん、笠原ひろ子さんで空へという曲をかけていただきたいなと思います。これはなんでこう好きなの。いや、なんか、うん、あの友達に見ようよって言われたのがきっかけで見たんですけど、うん、あのちょうど専門学校の時かな、毎週のように友達ん家に行って上映会を全話、うん、ちょっと何話ぐらいまであったかわかんないんですけど、うん、上映会してて、うん、見たらすっげーハマってしまって、うん、なんか子供たち、なんか簡単にストーリーを説明すると、うん、まあ、ロミオの青い空という
作品なので、うん、ロミオが主役の男の子、うん、11歳の男の子なんですけど、はい、貧しいながらも、うん、家族と幸せに暮らしてたんですけれども、うん、そこに人身売買の悪魔と言われている男が来て、ま、ロミオをね連れて行こうとしたんですよ。そうなんです、うん、でお父さんがそれを頑張って阻止するんですけれども、うんうん、病気になって倒れてしまいます、うん、でいかんせん貧しかったから、うん、お医者さんを呼べなくて、うん、ロミオがお父さんを助けるために自分から買われていく。そうなんです。それで一人、はい、あの煙突掃除婦としてミラノの町に行くんですけれども、うん、もうそこでもね雇い主にいびられたり、うん、まあちょっとねひどい毎日が、ね、続いたんですけれども、うん、そこでね仲間になった人たちとの友情を描いたりいろんなねことを乗り越えていくという物語になっていて、いやもう涙なしではね、すごいなんか重たいテーマ、重たい、名作劇場って重たいよね、重たいね基本的に ね、 基本的にね、うん、そうですよね、あのパなんだっけパトラッシュですもんね、そうですね、うん、結局あのダンダースだっけ、でも絵はね絵はねすごくポップなんだ、うん、そうだね、そうなんですよ、可愛いんですよ、ね、イケメンもちゃんといるんですよ、内容が濃いわ、このまま続きを聞いてみたいところですけれども、はい、それではアンナちゃんの得意な声でちょっと曲紹介をお願いいたします。はい、はい、ロミオの空オープニングより笠原ひろ子で空へ。ロミオの青い空、笠原ひろ子さんで空へを聞いていただきました。ありがとうございます。なんかね、そうなんですよ、なんかその話を聞くだけでなんか旅してる感じ ね曲的にも、うん、そうね、うんうん、あ一挙に場が暗くなったここで咀嚼音、ここであのチョコレート咀嚼音は失敗するわ、曲は暗くなるわ失敗どんな番組やねんっていう、もしかしたらねグニャっていう音に燃えてる人もいるんですよ。そう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 、さてここでアンナちゃんの今後の活動予定でございますが、はい、活動予定なんですけれども、うん、はい、ちょっとここでは内密にということで、大人の事情なのでもしよろしければ、はい、加藤アンナのツイッターの方を覗いていただきましたら、随時かけてるね、ひまわりかけました、随時あの、うん、ツイートさせていただきますので、うん、チェックをお願いしたいなと思います。はい、皆さんツイッターチェックしてくださいね、お願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい、それでは最後にアンナちゃんから、はい、リスナーの皆さんに一言お願いいたします。はい、今夜はお付き合いいただきまして本当にありがとうございます。こちらこそすごく楽しかったですね雨の中にこんなにね皆様も外にいらっしゃって本当にありがとうございます。そんな暇なの、そんな暇そういうツッコミだよありがとうございます本当に、
今後ね、はい、皆様とどのような形でお会いできるかは分かんないんですけれども、うん、私の中でお芝居が大好き、エンターテインメントが大好き、そして何よりお客様の笑顔を見るのが大好きということで、うん、その信念をもとに私らしく活動していきたいと思いますので、うん、ぜひぜひご声援いただけたら幸いです、はい、もし、この、ね、放送を聞いて加藤が気になったなっていう皆様は、うん、まずはツイッターをのぞきに来ていただいて、うん、はい、どしどしお待ちしておりますので、はい、はい、以上、加藤アンナでした、はい、ありがとうございました。ツイッターチェックお願いしますよ。よろしくお願いします。はい、ということで今夜のゲストは加藤アンナちゃんでした。ありがとうございました。チョコも美味しかった。ありがとうございます。 ESP 学園プレゼンツドリームアップステージ。はい、はい、このコーナーでは番組のスポンサーであります ESP 学園出身で活躍するアーティストさんをご紹介するコーナーでございます、はい、さて、今回のゲストでございます。皆さん待ちに待っている感じですよね、うん、うんうんうんって言ってますけれども、ペルデレ、さあ今回のゲストでございます、はい、コーラスグループ、うん、ペルデレの皆さんです。どうぞ、はい、どうぞ。 From BOW があるんだな、はい、From DOW ですね、失礼します、はいはい、ペルデレフロム BOW から、うん、全然いきなりつまんなくなってきたな。おい、そんなことないよ、みんな待ちに待っとったわい。いきなりつまんなくなってきた、ね、これからドバッと盛り上がる。これペルデレの中にあんな入れてくれ。それじゃ意味がなくて、フロム BOW って、はいはいね、はい、今夜よろしくお願いいたします、はい、お願いします、お願いします。あれ、なんか見たことある、うん、見たことあるんだよ、こいつ。この子見たことある、こいつ見たことあるんだよ。この子見たことある、うん、はい、お名前をじゃあ、はい、伺っていってもいいですか、まずは。あ、僕からでいいですか。はい、はい、僕はペルデのリーダーを務めさせていただいてます、タクトです。あ、見たことある、見たことあるんだよ。なんか見たことある。見たことある。そうですね、去年の、うん、明日ですね。なんで時計見るの。去年の明日、結構去年の明日が、うん、あれなんですよ、僕初めてで、うんうんうん、そうだね、そうなんだ、一人が寂しいから、この3人にした。さすがに誘われた時は寂しかった、うんうん、来てくんないっつって。多分マイクに寄ろうかな、マイクに寄ろうかな、追い込まれて、はい、続きまして、で誰、はい、ペルデレのクソガキ担当、レンです。お願いします。クソガキ、クソガキです。あ、はい、そんな担当が、クソガキです。担当の、レンです。レン君、はい、お願いします。レン君、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、続いて、はい、そのリーダーとクソガキをまとめてる主演です。よろしくお願いします。まとめてる。リーダーまとめちゃった。リーダーもまとめちゃってます。寂しがり屋のリーダーまとめられたリーダー。まとめられたリーダー。すごいよ、こアメン。やばいっすね、ありがたい。めっちゃ言ってますやん、アメンに。ファンがいる。すごいね、これ。そんな動画撮っても、そんな過保にも何もならない。何をおっしゃるね。ね、あれ、なんか痩せた？痩せたね。そうですね、去年から結構絞りましたね。あら、そうだったよ、プロフィールなんか資料くれるんだけどさ、こう、うんうん、見た時にこいつら誰なんだろうと思って。全然プロフィール最近よく言われますね。それで今日、ね、初めに、ね、楽屋来た時に君らこれなの。違う、違う、ビデオアフターがすごい。でも普段はこんな悪態ついてやってんだろ。ほら、そうですね、見た目はこの色だからそう見えるだけで悪態ついてやってる。まあ中身はちょっと硬派みたいな感じがありますけどね、うん、中身は硬派ですね。なるほどね、なかなかの、はい、どうも今日はありがとうございました。いやいやいや、ちょっと待って、もうちょっと、もうちょっと言ってました。ちょいとまたれい、はいはいはい。なんか情報によると、なんか周平が激辛の得意だった。あー、そうなんですよ、急にそっち行って、つい急に昨日なんですけど、昨日ね、激辛の今コンビニで売ってるペヤングじゃなくてピーヤングさんが出してる、はい、激辛春雨マックスエンドっていうのを、マックスエンド、はい、配信で食べて2杯食べたんですけど、2杯だった。その後もう上唇の感覚全然なくて、すごい、でも強がってファンのみんなには全然大丈夫とか言って。あれ実際汗やばかった。汗やばかった。あ、やばいんだ。すごいね、春雨なの、焼きそばなの。いや、なんか春雨の方が辛かったですね。焼きそばより。あ、でもタイ料理もそうだね、春雨辛い。そうですね、知らねえのかよ、お前ら。タイ料理食べないですね。ええじゃね、食ってこい。大丈夫、なんかコーラスグループ言うとて、そんな刺激物は喉が、喉的には。あ、なんかすごい心配されたんですけど、うん、大したことやってないんだろう。あ、もうなんかちょっと YouTuber になろうかなとか。検討中、検討中かも。エグい系の YouTuber に。
冗談です、まあ、喉痛めない程度で、ね、はい、頑張っていただきたいと思いますけど、今度は蒙古タンメンの一番辛いやつを食べていただきたい、ね、北極というやつを、ね、食べていただいて、ぜひまた来ていただきたいと思います。もう終わりかい、ちょっと枠組みだけ、ちょっと枠組みだけ教えて、ね、この from BOW というところから、はい、ちょっとどういう、あ、そうですね、まあ、僕たちペルデレなんですけど、はい、それ以外にあのブラックとホワイトっていう、まあ、グループがいまして、うんうん、はいはい、そので全体 の, その組織がブラックホワイト東京っていう、ブラックとホワイト、そうですね、まあまあ、ざっくりざっくりと、こっちは違うけど、俺も一応入ってるってことだ、ね、今日俺入ってるから、お前は入ってないわ、びっくりするわ、こんな早く入れるもんなんやと思って、新日本プロレスでいうところの、うん、なんか新日本プロレスから鈴木軍があって余計分かりづらくなってる、ね、あ、そんな感じです、そんな感じですね、鈴木軍があってみたいな、はい、ケイオスがあってみたいな、そうです、そうです、分かる人ちょっと分かんない、要はこの中で持ち回って何かやってるってことなんだ、はい、うん、雑い、なるほど、ね、うん、いろいろ集まってやってますね、とりあえずそこの中のね、その中の3人、3人ということで、はい、そうですね、これもどこにいるんだかよくわかんねえんだよな、ちょっと見づらいですけどね、僕があのマスクしてます、ま、え、マスクまでしてる、黒いマスクしてる、はい、あ、で、両端ですね、他の2人は、ああ、本当だ、はい、っていう感じです、ね、そんな感じかね、わかるかな多分みんなもらってますね、もう、あ、もうみんなもらってる、で、レンはなんか、はいはい、趣味とか、趣味ですか、趣味、ディズニー映画見ることですね、かわいい、かわいいね、椿担当だね、なんか、なんか目の色もなんかちょっとキャラクターが、うわ、入ってる、ね、そういうキャラクターいたら、そういうことでいいや、じゃあレンはディズニー映画を見ることが趣味ということで、そうですね、はい、終わり、うん、いやいやもうちょっといじってほしかったですね、大丈夫、終わり、タクはどうせ何もないんだろ、え、何ですか、趣味ですか、趣味とかなんか特技、特技ないですけど、うん、まあ、趣味最近あのそれこそジム通ってました、ね、おー、はい、期待始めた、まだ全然なんですけど、うん、つまんねえな、いやいやいや、振り絞ってくださいよ、もう肌のあのね、露出の量がね、うん、ね、いやいや、まあ、ちょっと今日暑いじゃないですか、うん、暑いな、暑いんで、ちょっともう、うん、夏なんでね、いっちゃいましたね、暑いから早く終わりたいんだよ、俺もそっちですか、もう飲みたい、怖い怖い、さて、はい、今日ご紹介しなきゃいけないのは4月にリリースしたファーストシングル、はい、はい、これからもずっとご紹介するところで、はい、はい、ええ、ありがとうございます、あんまりこれからもずっとじゃなくていいんですけど、みんな4月にリリースやね、あんまりこれから皆さんはもう持ってらっしゃる、持ってらっしゃる、もちろん持ってる、ね、はい、じゃあもう聞かなくてもいいか、ここで聞くとまた違うよね、雨の中で聞いてもらう、そうですね、配信でございますから、じゃあここでペルデルのファーストシングル、これからもずっと聞いていただきたいと思いますが、じゃあ、はい、メンバーからね、うん、曲紹介をしてもらいましょう、はい、はい、じゃあ代表として僕が、はい、僕があのこの曲の作詞をさせていただいたんですけども、うん、まあもともと2人も僕もそうなんですけど、うん、そのソロで活動したりとか、うん、まあ、はい、別グループだったりとかしてて、うん、まあその中でもうまくいかずに解散して、うん、でも諦めずに音楽を続けた結果、うん、まあ、僕たちがこう巡り、また巡り合って、また解散する、いや、違う違う急に下げるじゃん、もうしないです、もう解散しないです、もうしないです輪廻転生、転生失礼でございます、そうです、まあでも本当に諦めずに活動した結果が今の僕らってことで、なんかそれを皆様に諦めなければ、必ずいいことは待ってるとか、なんかそういうこう、なんか、ね、嫌なことがあったときに、うん、こう勇気づけられるような曲を作りたいということで、はい、この曲を作らせていただいたんですけども、なるほど、はい、ね、なんでこう皆さんの支えの一部になればなと思って、うん、曲を作らせていただきました、なるかどうか分かりませんね、しますね、はい、します、はい、はい、これからもずっとでございますから、はい、はい、そうですね、それでは曲紹介しろよ、早く、はい、あ、いきますかそれでは、はい、聞いてください、これからもずっと、はい、素直になるのが怖くて誰にも言えなかった思い、自分に嘘をついてまた逃げようとしてたあの子、優しく僕の
苦しみもがいてきた。失いかけたこの気持ちに問いかけて流してた涙、諦めかけていた。デレフロム BOW からこれからもずっと聴いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい、ね、歌詞でございますね。あんまりよく聞いてませんでしたけど聞いてくださいよ。感動した。結構話してたんですけど、どう感動したんですか逆に。あのダイエットの仕方とか。そっちだったんですか、ね、本当。死には入ってないです、それ。ずっと曲流れてる間にどうやってダイエットしたとかね。断食したっていう。断食したい、激辛食べて、激辛ダイエット。激辛ダイエットはしてないです。激辛ダイエットしてない。全然曲関係ないです。胃袋がちっちゃなったとかね。そうです。そんな話をしてましたけど。さて、ここで、はい、ペルデル。ライブとかがあるそうで、うん、そうですね、はい、じゃあその告知をメンバーの周平から、うん、言わせていただきたいと思います。はい、ですね、うん、まず、ここにも書いてあるんですけど、うん、あ、まず最初にちょっと次のページのめくってもらってもいいですかね。すごい、あ、もう一個ないですかね。
それさっき、それさっきですね。わけわけだ。順番に書いてください。ありがとうございます。ですね。まず全体の BOW のですね、はい、全体のワンマンライブが、今日ツイッターで、はい、告知させていただいたんですけど、はい、さっきのちょっとすげえ治安が悪そうなグループではあるんですけど、みんな治安悪そうな治安悪そうな、はい、この BOW というグループで、12月の12月の17日、はい、渋谷デュオ渋谷デュオにてですね500人動員を目指して渋谷デュオで、はい、ライブやらせてもらいます。はい、そうですね、はい、そこで500人の動員を目指して12月の17日に、はい、やらせていただきたいと思います。はい、そして、もう一回あります、ごめんなさい。そして、僕たちペルデレフロム BOW はですね、10月の13日、はい、日曜日、3連休の中日ですね、ワンマン、これだね。はい、ありがとうございます。こちらですね、セカンドワンマンライブ渋谷テイクオフセブンにて 200人同意に挑戦してます。お願いします。お願いします。本当に皆様、ぜひね、ぜひ、チケット等はね、今後僕たちのツイッターにて、アナウンスしたいと思いますので、はい、ぜひツイッター、ありがとうございます。ツイッター公式 LINE をチェックしていただけたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。大変だ、10月。いやーもう、はい、カンペ出すのも大変だ。すいません、すいませんでした。親戚とかね、おじいちゃんおばあちゃんとかね、もうみんな総動員でね、もうまだ総動員で、本当にとりあえず200入ればいいらしいから。いや、いい、そんなことないですけど。でも絶対楽しいね。いやもう間違いです、本当に最高のパフォーマンスさせていただくので、よろしくお願いします。バンドなんだね、すごい。何曲ぐらいあるの？大体1時間半ぐらい。そうですね、1時間半から2時間、うん、もう20曲近くいけるのかな。うね、もうほぼ自分たちの曲でやろうと思ってますので、20曲オリジナル曲で勝負しようと思ってます。20曲あるの？作ります、作ります。これからかい。これからも、それは楽しいよね。一番作ってない。でもファーストもやったってことでしょ？そうですね、ファーストワンマンは、うん、もう1ヶ月前ぐらいですね。そうだね、ちょうど1ヶ月ぐらいか。結構早いペースね。すごいペースですね。すごいペースだね。いやいや、もう急成長でございます。ありがとうございます。急成長でございます。急成長でございますっていうの珍しいですけど。はい、ということで、はい、最後にリスナーの皆さんにね、はい、はい、一言お願いします。じゃあ、はい、レンからいこう。はい、はい、心に届くような歌をクソガキが歌うので、皆さん、うん、笑顔で聴いてください。お願いします、はい、ありがとうございます。で、激辛周平。はい。はい、最初、冒頭の方でも曲タイトルの曲紹介でもあったんですけど、僕たちもともとソロ活動で別々の道で、うん、音楽活動頑張ったんですけど、こうやって巡り会えた、3人組コーラスグループとして、ペルデレをやらせてもらってます。うん、本当にこれからも一生懸命、これからもずっとって言ったら言い方おかしいんですけど、これからも皆さんに素敵な歌を届けていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。うん、はい、最後タクトが知れる。はい、改めてペルデレフロンビューダルよろしくお願いしますというのと、うん、本当に、10月13日ですね、そして12月17日、うん、大きなイベントをご用意してますので、うん、ぜひ皆様に力を貸していただければと思います。はい、コーラスグループペルデレフロンビューダルよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今夜のゲストはコーラスグループペルデレフォービオダブルの3人でございました。はい、まだね、ちょっとエンディングでちょろっと出るかもしれないよ、もしかしたら。うん、ね、ということでございまして、しかしたら、ね、とりあえずありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、今夜は素敵なゲストがまたスタジオに来ておりましてですね、舞台、はい、僕たちぬかるむ町に出演する俳優の是近篤史さん、そして石田正史さん、そして大迫一平さんです。どうも、はい、どうも、まったくもう、あら、すいません、女優が逆転。誰がちょっと来ないですか。もうそれさえあればもうご機嫌でございますから。たまにはいいじゃないですか。たまには女優出てるやないかい。いや、そうなんですけど、本当すいません、ほんとすいません。素晴らしい、加減に呼んでいただいて。問題ということで、リスナーの皆さんにお詫びしなきゃいけないんですけど、はいはい、本日の後世師匠のコーナーと秋代のコーナーは飛びます。はい、飛びますよ。あ
ら、さあ、再来週お楽しみしていただきたいと思います。前回もやーい、はい、ということで、なんせこのモサイヤスらを紹介しなきゃいけないもん、ね、おいおいおいそんなことないです俳優さん、まあ、まあそうか、売れっ子俳優でございますから、まあ、さて、今夜はまた舞台僕たちへぬかるむ街という舞台の紹介でございますが、じゃあコレチカさんから舞台のことやらなんだかなんだかこうご紹介していただき、はい、ですね、今回の舞台はですね、うん、まあ、まず来週の7月24日水曜から7月31日の水曜日1週間ですね、はい、下北沢のタウンホールの下にあります、はい、小劇場 B1 という劇場でやらせていただきます、はい、作品的にはですね、うん、石田さん今回どんな構成になってるんでしょうか。はい、そうですね、うん、ですね、まあここにスタジオに6人中年いますけど中年がいます、間違いないな、俺も一緒にするわもっと上じゃないで、あの老人じゃそういうツッコミじゃないで、下町の平屋の、うん、が舞台で、まあ、母親がいない、3兄弟の話 で、うん、で父親が亡くなったその通夜の日から始まるわけですけど、で25年ぶりに長男が帰ってこれ枠いっぱい全部使わないよね、うん、あ、そうですね、まあ、大事ですね、大事これ全部話しちゃったら見に行かないと、まあそうです、まあ、おいしいところもね、はい、そうです、夢も希望もない、まあ、ありのままその正直のまま生きてきて、うん、まあ、虚勢を張ってというか、うん、そういう逃げたまま 育ってきたというかそのままにしてしまった中年の男たち、女たちの話です。はい、キュッて、はい、伝わりました、はい、伝わりました大丈夫ですか。そうもう行かなくても大丈夫。いや、待ってください。前回もそうだし導入の部分やんけ、今大体見なくても分かる。いやいやいや、さっきスケジュールちゃんと見るわで言ってるし、もう今日的にもう女優がいないと俺不機嫌だから。いやいや、ちゃんと主演の男優連れてきてます。あらら、そうなんですね。大迫さんがいらしてくださってますから、はい、大迫さんの役は今回役どころはどんな感じなんでしょうか。お肉屋さんの話なんですけど、お肉屋さん、はい、はい、次男です。はい、で、はい、のそれだけか次男の、はい、お肉屋さんの次男です、ね、はい、なんだかの通夜の時にから始まってお肉屋の次男が出てくる舞台、そうです ね、 ですね、はい、でちょっと街がぬかるんでる感じ。でもガチはぬかるんだ、雨ばっか降ってね、稽古中か雰囲気作りはもうきちんとできてるんですけどね、うん、なんか前回の隙間と褐色、はい、はい、同じ、そうです、演劇チーム渋谷ハチ公前の作品でして、うん、同じ作演、うん、高橋進さんの作品です。前回高橋進さん来てましたね、今日は。そうです、来ない、いや、多分来るところですよ、うん、来てるけど、ちょっとぬかるんでるから、ぬかるんでるちょっと時間かかって、ちょっと街がぬかるんでるから、ぬかるんでる来るんですか来ますって、本当来るの、まあいいや、ということで、ちょっとじゃあここで、うん、はい、アザンスな、アザンスな、PR 動画があるって、そうなんですよ、今回の作品をイメージして作らせていただいた動画があるので、ぜひご覧いただきたいと思います。じゃあ、PR 動画ちょっとご覧くださいませ。じゃあ、あつし君からちょっとご紹介してください。はい、舞台、僕たちぬかるむ町の PR 動画です。どうぞ。
全く意味がわからない映像でございます。大迫さんのシャワーシーンだけが、ありがとうございます。フクロウしかこうインパクト、動物ですか。まあフクロウは結構ちょっとキーで出てくるので。あら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 、さすが目の付けどころ。これはある殺人事件があってミンチにしちゃうっていうこと。あ、ホラーじゃないです。フクロウじゃない。ホラーでもない。ホラーでもない。薄く切ってしゃぶしゃぶで食べちゃう。肉屋なんでね。はい、それを売ってるわけでもない。怖すぎるですね。あんまり突っ込みようがない。そんな PR できているんでしょうか。はい、ぜひぜひ。ということで、もうちょっと告知しますよか。これチケットとかはどこで買うの？そうだそうだ。チケットはあの渋谷八の、あの渋谷八公前の、ホームページ。ホームページ飛んでいただいて、あのメールないし、はいはい、で、あのチラシがある方はなんですけど、うん、はい、QR コードを読んでいただくと、もうチケットホームに飛ぶ、ね、チラシを持っている方は QR コードでね、そうです、はい、でない方は渋谷ハチ公前のホームページ、はい、そうです、で、あと、まあ、コリッチで、はい、あの渋谷ハチ公前検索していただけると、うん、あのコリッチチケット、コリッチというあのチケット販売の、コレッチじゃなくて、はい、ああコレッジじゃない。ちょっとレイティブな感じです、ね、大泉洋じゃなくて。それも違いますね。福山さんじゃなくて。違うよ。何でもいける。芸人さんじゃないですよ。私遊ばないでください。はい、これまだチケット余裕あるのかな。そうですね。はい、まだ若干、はい、はい、まだありますんで。ちょっと言ってください。24日と25日が、26日が夜7時半ですね。19時30分。はい、17、28からダブル公演なのかな、はい、13時と17時ですね、はい、で29日が夜19時30分からで、30日が13時30分の18時30分で、最後の31時千秋楽15時ということでございます、はいはいはい、まだチケットにちょっと若干余裕があるということでございましてね、皆さんぜひ行ってみない、ね、お願いします。お願いします。下北小劇場舞台とか好き、舞台とか好き？好きなん、あ、本当ですか、うん、ぜひね、じゃあこの後これ行ってね、ぜひ行きましょう。お渡しいたします。行かねえって。いやいやいや、来てくださいよ。その頃にはね、損はさせません、ね、はい、絶対どうですか、うん、なんかもうちょっとこう自分らでこう推しの、そうですね、お前ら台本ねえと何も喋れないのか。いやいや、俳優さんですから、ね、俳優さんですから、科目で売ってるんで。推しじゃねえだろ、だったらプロだよ。ラジオで科目、黙ってどうするの。レディオ、レディオショー、不器用なんですいません、不器用じゃなくて。でもまあその渋谷八公前がそうって言ったらそうなんですけど、今回、はい、まあ特にあのあれです、あの何の魅力もない人たちの話で、うん、はい、でまあそのまあ、僕たちもその言葉遣いが荒かったりとか、うん、あのするんですけど、うん、まあ、でもそれでもその離れないんですよね、あの、うん、そのこの登場人物たちは、うん、すごい罵声とか、うん、はとか言ってるのに全然離れないで、まあ、そこにいるっていう、うん、まあ、すごく愛が あるなって僕は思ってるんですけど、会話のズレとかでね、いろいろと笑えたりすることとかってあるじゃないですか、あ、まあ、そういったお芝居が満載なので、そうですね、別に、ね、そのなんか面白おかしいことをするわけじゃないんですけど、うん、はい、まあそうなんか客観的に見るとすごく笑えるような、うん、なるほど、はい、なるほど、ね、主役はなんかないの。そうですね、今全部言われちゃったんですけど。いや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 、でも一番その主役のあの方、うん、あとその一平ちゃんが、うん、あの大迫君がすごく大変だと思います、うん、葛藤がね、もう葛藤が役としてあるから、ね、そうです、いやいやいや、僕たちはあの全然そのコレジカ君と、おい、なんか仕事してないみたいじゃないですか。いやいや、まあ結構発散できるというか、まあ、そういうことがあったりとか、でもまあ人間ってね、そんなに簡単に、うん、あの持ってるもんは発散できないんですけど、うん、まあそういう人たちの、まあ、ハートフルコメディ、あ、まあ、ハートフルですね、暖かくなるんで、あの見た後は心が、はい、なるほど、はい、じゃあ皆さんぜひ足を運んであげてください。はい、もう一回おさらいしておきましょう。舞台僕たちへぬかるむ町、7月24日から7月31日下北沢小劇場 B1 で公演がございます。はい、チケットは3000円でございまして、渋谷ハチ公前チケット
ホームページ、はい、あと、うん、コリッチの方から、ねはい、8校前の方に入っていただくとチケットが、買えます、若干まだ余りがあるそうでございますのでね、うん皆さんぜひ予約して、足を運んであげていただきたいと思います。お願いします。はい、デンデンもたまには見に行くんですけど、まあ、なかなか面白い感じますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでございまして、まあ、デンデンもお勧めしておりますけど、あんまり俺が勧めたところでどうってこともございませんがそんなことないですよ本当に足を運んでいただきたいと思います、はい、それじゃあ最後に一人ずつ、ね、あのリスナーの皆さんにお話を伺いますが、はい、どなたから行こうかな。いやもうこれ近く、じゃあこれ近く、一人ずつ行くんですか。一人ずつ行きますよ、うん、どうぞ、はい、あ僕から、はい、そうですね、出演者一同本当に汗だくになり、うん心がぐちゃぐちゃになり、もう穴という穴から資料を出して頑張っておりますのでぜひジメジメしてますね。そうですね、ジメジメしてますね、はい、でも何かなぜか心が温かくなる話なので、うんぜひ見に来ていただければと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。次はじゃあ僕いいですか、はい、すごいたくさん笑えると思うんで、はい見に来てください、はい、頑張ります、はい、よろしくお願いします。最後これしかさん、はいですね、見終わった後にこう皆さんでねお食事行かれたりとか飲みに行かれた時にあの後あの家族たちだったりとかね登場人物はどうなっていったんだろうねだったりとかあとご自分たちのねその皆さんの普段の生活の中でのこととかをこう改めてねこう考え直させられるような作品だと思うのでもちろん中では笑いもあるんですけれどもそういったこう改めて日常を見直すような作品になっていると思うのでぜひいらしてください。はい、はい、ということで、はい、今夜のゲストは舞台僕たちへのカルマチに出演されております、俳優の堀近敦さん、石田武蔵さん、大迫一平さんにお話を伺いました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。あ俺沢井さんに会いたかったな。最後に劇場に会いに来てください。はい、ぜひどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、さて今夜のアザブスミス渋谷デナイトいかがだったでございましょうかね、はい、最後またペルデレの皆さんに入っていただきますけれども、はい、はいとりあえず先にあれどうしたの、もう一人あれ一人どうした、一人帰ったすいません、用事があって、すいません用事は仕方がね、用事は仕方がね、しょうがねそらしょうがね、すいません、はい、ということで最後までペルデレ残っていただいたんでじゃあ最後にもう一回告知を、はいはい、はい、じゃあレン次行ってみる、俺ですか、いや無理です無理です、あんまり時間ないから早く、はい、じゃあまず、はい、BOW セカンドワンマンですね、はい、渋谷デュオ12月17日、はい、まあ遠いかもしれないですけどももうあっという間に月日がやってくると思いますので、うん、ぜひチェックしていただきたいのと、はい、そして僕らペルデクロン BOW ですね、はい、10月13日、はい、渋谷テイクオフセブンで僕たちのセカンドワンマンライブが決定しますので、はいはい、ぜひチェックしていただければと思います、はい、よろしくお願いします、はい、ぜひ足を運んであげてください、はい、お願いします。ということで、まず声優さんと加藤アンナちゃんどうでした、はい、あもうすごいね、咀嚼音で来るとは思わなかったな今度の出方も楽しみだな、ぜひよろしくお願いします、可愛いから。ということで今回はちょっと秋代のコーナーと後世、師匠のコーナーを飛ばしましたので、再来週をね、ナインカイってメールが来てますけど、ね、今週も、レイプロダクツさんからですねレイさんから今週も後世君と秋代君のコーナーナインカイ、申し訳ございません次回は必ずお送りしたいと思います、はい、我々アザブスミスもちょっとライブのお知らせがございまして、もし皆さんお暇だったら来てください我々アザブスミスですね、7月21日今度の日曜日でございますね、今週末、はい、アザブスミスの、なんちゃってワンマンライブ、はい、アザブスミス感謝の日を開催いたします。感謝こちらですね、場所はですね、アザブスミスホームでございます、西麻布新世界というライブハウス、はい、会場が18時開演が18時30分、なんとチケットがなくてですね、2000円で飲み放題というただの飲み会をやろうということでございまして、酒を飲みながらアザボスミスのなんちゃってワンマンライブを見ようじゃねえかということでございまして、常に日頃皆さんにお世話になっておる皆さんにお礼をする、そういう形のライブでございますので、プラーッと西麻布に来てちょっと1杯か2杯か3杯か4杯か
引っ掛けて あいつらのライブ見てやろうぜって言って、ね、茶菓子に来てくれるといいかなという食べ物もありますよ、食べ物も、ね、熱いライブありますんで、ぜひ皆さんワンマンライブ遊びに来てください。またアザブスミスも YouTube とかもやっておりますんでね、うん、ぜひちょっとご覧になっていただいて、はい、あ、こんなことやってるんだこのおっさんたちはというふうに、はい、認識をしていただいて、たまにプラッとライブを見に来てくれたら嬉しいなと思います。はい、はい、ということで、あ、もうあんまり時間がないけど、とりあえず10月10 13日はい、ペルデルワンマンライブ、はい、渋谷テイクオフ7、はい、皆さんぜひ足を運んでください。お願いします。します。それでは皆さん、また再来週この時間でお待ちしております。さようなら。バイバイ。どうもありがとう。みんなからありがとうございました。